どうも、こんなこちゃん、なこちでーす。ねーでーす。はい、ということで、今回からドタバタ冒険記2021をやっていきたいと思いまーす。はい。難易度は、うちらにはちょっと似合わないかもしれないけど、ハード。で、ゲームルールの死亡時のインベントリの保持をオンにしまして、やっていきたいと思います。ドタバタ冒険記2021。はい、ワールド作成しまーす。うち、お、うん、もうまあまあまあ良きでしょう。あ、ゼイさん来た。来ましたよ。どこ？キノコがある。牛がおる。え、ゼイさんどこ？あ、ここ。あ、いた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 。よしよし、いた。要するか。ゼイさん聞い切ってじゃあ。オッケー。あ、そう、ね、このドタバタ冒険記2021の目的なんですけど、一個どこかに拠点を作って、そこのところからいろんなバイオームに行って、そこに見晴らし台を建てるっていう目的ですね。目的っていうか、方針っていうか。方針？進め方？全バイオーム見つける。全バイオーム見つけたい。それが目的って感じ。いやー、ジャングル見つけれるのか。ジャングル見つけていこう。見つけていこう。なんでこれ1個だけ残ってんの。あー、踏み台にしとってとりあえず鉄が欲しいのよね。ハサミを作りたい。どっちかに進む。とりあえず進もうか。作業台とかあっちで拠点で作るんやったら、ゼイさん決めて言う、どっちに進むか。へー、あっち。いた。ゼイさん気をつけて。お、つけた。うわ、やばい、これはやばい。やばい、やばい、回復回復。あー、さあ、死んでんけど。死んでんけど。剣作りません。あ、斧、斧でいいや。いやいや、このまま行こう。せや、上行ったらええんや。別に下から行かんでも。そんな離れんでもいいと思うよな。うん。ただこのダークオークの森ってめっちゃ深いから、うん、相当移動せなあかんかもしれない。え、なんかこの中に作ったんやんじゃん。めっちゃ分かりにくない。迷いそう。あんまり？うん。じゃあこっち行こう。え？落ちてんけど。右行こう、右。ゼイさんどこ？ここ。キノコんとこ。あ、オッケーオッケーオッケー。湖に出た。Me too。あの、開けてるからここでいい。ここにする？いいよ。羊いる？おるよ。あ、おる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 。え、3種類おる、3種類。何色がいい？え、夜やん。やばくね？やばい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 。作業台、ゼイさん。作業台。早く。早く。早く。はい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 。せかすなて。あ、待って、石炭ない。え、いる。燃やすからいる。え、ベッド燃やす。木で燃やそう、木で。あ、何燃やす。え、鉄。あ、鉄ね。あ、あ、作ってなかったんか。あ、なるほど、ね。うん、そうそうそう。あ、木なくなったんで大丈夫。あ、スケ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 。やばいやばいやばい、スケはやばい。どこ、どこスケ、どこスケ、どこスケ。あっち、あの、来た方向、来た方向。うわ、お前。うわ、羊こっち来い、こっち。え、こいつおるやん、ここ、こっちおるやん、ほら。あれ、あ、生えた。ゾンビも増えた。あ、スケゾンビ、スケゾンビ。スケスケゾンビ。スケゾンビ。スケスケゾンビね。3体、3体。あ、クリパ、クリパ。え、ちょっと待って。クリパ2体。え、やばくね。地面素か、地面素か。ちょ、とりあえず、あの、あれだけ、設定して。はい。オッケー、オッケー。オッケー。やりに行こう、やりに行こう。うち、なんも武器ない、武器ない、武器ない。マジ、マジ、マジ。剣作って、剣作って。ちょっと待って、私もベッド、自分のベッド欲しい。まだこっち来えへん、大丈夫。まだ大丈夫、大丈夫。え、スケ4体よし。ここすごいな、いっぱい羊おるやん。木の剣できた。行こうか。どこから行く。あっちは4体おる。4体のとこ行くん。あ、ぶっ、ゾンビに気づかれちゃった。雲湧いた。近づいたらか、近づいたら。引いて引いて引いて。寝る。寝れる。そっちに寝るんかい。寝ちゃった。あ、オッケー。朝でーす。あ、クリパー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 やる、クリパーやる。わー、なになになに、ぐちゃぐちゃ嫌やん。え、いいやん、別に自然って感じで。あ、洞窟。スケ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 。洞窟。うん、そこ入り口つけよ。弓構えとるわ。なんでそっち向いてこっちに。回復遅っ。うえー、えー、た、上がってこないのこいつ。分からん。うえー、うえー、うえー、あれ、えー、はっ、あ、石炭や。マジで死ぬ。マジかよ。
深くねこれ、結構深いぞ。デニーさん、松明がないのも。俺もないよ。俺もないよ。あ、鍾乳洞やで。うん、ゲッチェ。とりあえずさ、畑作るか。畑作るか。飯がな、まあ、拠点っぽくしよう、じゃあここ。うん。あ、火めっちゃ燃えてる。え、森林火災やねんけど。見てきていい？え、見に行こう。え、やばない？なんで燃える？マグマがあるんかな、近くに。え、結構。え、めっちゃ燃えてる。結構燃えてるで。え、なんで？え、広い。燃えてる、溶岩ある。あ、だからやん。いや、なんである、こんなとこに。占領。占領いただく。え、すごいな、こんな大きい森林火災初めて見た。の。え、買ってるし。すごいな。この自然な感じを生かして拠点作りたいんよな。雑草生えまくりで。いや、地形をそのままで。あ、ね。雑草生えまくりでやるんかと思った。広くなった。ほんまや、羊さんも大喜びで。ここにさ、塔建てるんやっけ？うん。一拠点的な。うん。なんでもいいの？棒でいいの？わかりやすくしてほしい。わかりやすく。見えるよ、遠くからでも見える。あの、言うたで溶岩タワーでもいい。畳み張らせるところを作りたい。上に登って見張らせるとこがいい。そう。じゃあタワー作らなあかんってこと？うん。なるへ？石ブロックで作る？あ、でもいい。塔やから。そやな、うん。クソだるい。ピッケルいるやん、じゃあ。ピッケル、はい。石キッペル？なんで？石キッペルとは。どういう感じのタワー作ったい？螺旋階段的なやつ。お、そうなん作れんの、全員さん。え？バカにしてんのか。作ってやろうじゃねえか、螺旋階段。お、登れたやんな。登れて見張らせればいい。オッケー。傷だらけの、ん？種だらけの場所か。傷だらけ。ローラーやん。あ、なんか炎症してる、めっちゃ。大丈夫かな。森なくなるんちゃう？マジ？ハゲチャピンになるかもしれん。大丈夫やろ。姉さん、お腹空いちゃったよ。え？さっきパン食べたやん。違う。リアルじゃなくて。リアルじゃなくて。なんでリアルやと思ったん、逆に。お腹空いたんかと思った。やばいやん、うちただのデブやん。お腹空いたよ、とか言って。いや、デブじゃないよ。食いしん坊よ。ラーメン食いに行く？いや、違う。そうじゃないって、だから。違うって言うてますやん。シリーズ終わったらさ、お互いの死亡回数をさ、公表しようか。ああ、そういう系ね。うん、いや、でもさ、それってさ、もう無意識にさ、まあ、えっかーってなるからさ、死んだら、アイテムなんか捨てるっていうんでしょ。マジ？うん。わかった。キープインベントリーやからさ、知らへんやん。うん、でも死んだらなんか、やっぱ、あった方がいいから。うん。あ、ぜひさ、戻ってきてるやん。あ、でも戻ってきた。お腹すいた。ね、リンゴ1個、はい。あ、ひもじいな、俺ら。ひもじいな、ちょっと光るかな。光るか、いいよ、光ってくるわ。寝た。早くね。早ね、早起きやから。なるへ。うおっ。いや、すごいねんけど。めっちゃ燃えてる。燃えてる。え、こんな広がる？火って。ダークオークやからな。すごい。ちょっとこれちょっとさ、どこまで燃え広がるか見てみたくない？見てみたいな。うん、このまま放置しよう。うん。もうこの森丸裸にしよう。なるかもよ、これ。ちょっと楽しみ。丸裸が楽しみ。中途半端に残ってんの嫌やな、すごい。え、もう燃えるって。燃えるって。消えるって。自然を生かそう。ごめん、さっきちょっと土掘っちゃった。土を掘んの？マジで？地形崩した。悲しい。マジ？あ、落ちた。パン1個できたで。オッケー。1個やねんな。いや、拾って拾わへんのかい。ちょっと。あ、ないパン食ってた。びっくりした。何かと思ったやん。石炭って掘った？あー、ちょっと待って。あれ掘らなかったっけ？こもないで。おや？すげえな。おや？おや？そんなんリアルで言う人おるん？おるやん。おや？おや？全部松明にしたとか？いや、俺タイム使ってない。は？真っ暗の中行ったってこと？そう。よう敵に合わんかったな。記録ね、ここ。あ、ここ掘ってた。うん。ここ松明なんで、あ、ダメちゃう。あれなんで、石炭。どこ？上、天井。あ、壊れた。ここな、部屋にしとこうかなと。あ、ね。
何かに使えそう。こんな感じでタワー建てれるかな。レンさん、それ降りるとき気ぃつけや。うん、こんだけあったら高い。うん、それ全然いいよ。むしろ高いぐらい。めちゃくちゃ燃え広がってる。夜やで。螺旋むずくね、これ。下からやってったらいい。一回落ちながやん。水で落ちたらいいやん。なるへん。上からやろうとしてたん。うん、どこを掘ったらいいんやろ、これ。え、頭のこと言うてんの、それ。違う。ここだ。よし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 。あ、すごい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 。できてる、できてる、できてる、できてる。よし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 。マンションの階段みたい。なんかさ、ベッドとかさ、うん、もうちょっとこの洞窟のところの近くにし、あ、そう、すごい不便なんやけど。あんまに。すげえ。できてるよ。やべ、お腹が空いて仕方がない。ダメ。いや、うつってんの。パン食べてもいい？あよ。二つ。あ、俺のは。正気か。あー、ハート減ってきてんねんけど。マジ？ゾン肉で我慢しよう。そうだ、それでいい。もうゾン肉もなくなっちゃったから生鮭食べよう。生鮭。やこ。やばい、石ブロック足らへん。マジで。マジ。もう地下に住むか。ああ、そこに。もうちょっと掘ってさ。ありありあり。寝るとこも作って。うん、あり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 。ありありありよ。地下生活やな。うん、おりおりおりや。おりおりおりや。やりやりやりや。やりやりやりよ。こうして。え？え？え？あれ？植えれない。え？植えれない、なんで？え、植えれない部分があるのはなんで？あれちゃん。耕されてないんちゃう？耕してる、耕してる。マジ？え、謎すぎる。え、なんで植えれないの？何のバグこれ？あ、ゼミさんにちょっと植えてもらってみたらいいんか。あー、生まれたのか？うん。なんでこっち向く？あーよ。あーよ。この下、見たらわかるわ。種が植えられてない。植えられてるんかな、ひょっとしたら。ゼミさんから見たら。どこ？真ん中の方植えられてへんくない？あ、植えへん、植えへん、植えられへん。植えられてない。植えられてもない。マジか。なんじゃこれ、土一回置き直す？あかん、植えれへんわ。マジか。なんでな、光がないから。なあ、ほな。あ、そうかも。あ、マジでバグじゃないわ。光あったら植え。光がないから。せやわ、そんな仕様なかったで、今まで。なかったっけ？あったくない？あったっけ？知らんけど。パッと見な、これ下からさ、こう上がってきたときにスケがいると思っちゃうよね。なんで？こう、うちの画面見たらわかる。すごいドキッとするんよね。ってなるんよ。丸石ある？え、丸石してる！これあげる、これあげる。これで埋めてって。あげ、ベッド下に持っていきたいな。持ってく？うん。壊していい？いいよ。死ぬかもしれんで。大丈夫やろ。行くぜ！行くぜ！行くぜ！早く早く！ジェイさん早く！待って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 。うわっ！うわっ！うわっ！死ぬ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 。ごめん。ここに、縦に。作業台、隠れてんで。まあ、いいか。大丈夫。ねえ、これ。オーケー。目にバイキン入ってるわ、これ。じゃあ、おはよう。おはよう。そんな大きい目してっからやで。石の柵作るか。知ってるし。あ、待って、ジェイさん。死んだからペナルティでこれあげるわ。はい。はい。銅はやっぱ何かのために置いとかなあかんのかな。かな。なんか使える時が来るまで。これさ、死んだら捨てるって言ったけどさ、あと渡してたいみたいな。燃やさなあかんな。なんか決めとくか、捨てるやつ。ゴミ捨てることになっちゃうやん。うん、せやな。なんで、剣。剣。剣捨てよ。爪持ってるやろ、絶対。うん、剣捨てましょう。オッケー。え、でもまた作ればいいねんな。あ、そうそうそう、だから作らなあかんっていう。はいはいはい。剣ピッケル捨てよ、どっちか。オッケー。え、スケ、いや、あいつマジかよ。やばいやばいやばい、あ、やばい、降りてきて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 る。向かうぞ。うわ、お前や。やばい。死んだね。半分削られた。ちょっと登ってみたい。あ、すごいすごいすごい。いい感じ。いい感じ。これ安全やわ。やろ。安全やけど、明かりはつけといた方がいいと思うで。松明ないね。作ったらええがな。溶岩流しとく？なんで？え？登られへんくなんで。
何もできんくなんで。いっちゃん上のさ、塔の端っこから溶岩垂れ流してさ。端っこに垂れ流すん出さない。じゃあ四隅に垂れ流したら溶岩タワーになる。あ、ここで降りるのね。危な、はい、丸石あんねんけど。うん、頑張って。そういう要素入れてくるのね。あ、結構上行くねんな。じゃあここら辺にも一個置いといたら。うわ。高すぎん？うん、確かに。文句言われた。聞かれたから答えただけやん。はい、ということで無事に始まりの拠点が完成しました。じゃあここら辺を中心として冒険する？そうしようか。燃えてやってるけど、あれじゃあ燃え、あれもう終わった。終わったっぽいな。まあまあ燃えた。うまい。まあ、うわ、あれは森林火災の現場。現場。そんな感じでね、これからまったりとやっていこうと思うので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では終わりたいと思います。お疲れ様でした。こいさーん、お疲れさーん、バイバーイ。